はい、い、まあ、ポンコと関マセキでございます。今回のお話なんですけれどもこう災害水害ですね水害に関してのお話で、えー、こうそれぞれねあの、まあ、河川が近くにあったり、まあ、ちょっとした溝でもいいんですけれどもその時にこの独自のセンサーを持ちましょうとで独自の第一情報源を持ちましょうということなんですけれどもえー でそのためにはあの、まあ、何が必要かみたいなお話なんですけれども、まあ、先月あ先月じゃない今月ですね今月あの記録的なの豪雨があったということであの私もあの諏訪湖長野県諏訪,諏訪,長野県の諏訪湖の、まあ、ほとりに住んでてそしてあの横にあの川が流れてるんですよね。まあ、平らなところなのでそんなに濁流があのすごい勢いで流れるってことは、まあ、ま,まずないんですけれどもあの結構ね 水位が上昇してきまして、えーまあ私のところは大丈夫だったんですけれどもこの街中のこの飲食店街だとかちょっと地盤の低いようなところあの地盤が低いようなところは、えー、水没したとあーいうことになりましたね。でちょっと痛ましいお話なんですけれどもこのその隣町に岡谷市っていうところがあってそこではこの。 えー、お,お盆にこの家族でまあねなんかパーティーかなんかやってこの夜その夜寝てるところにこの土石流が流れて、えー、こうはお,お母さんとお子さんが亡くなったという痛ましい事故がありましたけれどもやはりねあのその時ねやはりねこの岡谷市の方ではこの防災の,この避難勧告とか出して なかったみたみ、ね、全くこの何だかなノーカードででそれでねまだね2006年にもやはり同じことがあったんですよまあ近くでねでやっぱ何人かお亡くなりになられたということなんですけどまあえっ、ー、とねやはりねこので役所を責めるのは簡単なんだけどそうじゃなくて攻める独自 こ互のセンサーを持つってことが必要で、えっと今回お話しするのは残存水移っていう、ちょっと考え方をちょっと提唱したいと思うんですよねただね。これに関しては、このまあ要は平らなところの川川でそんなにあのなんとかな。あの流れが緩やかな。ところで、しかもしかしたら当てはまらないかもしれないんです。けれど、も水位って言った場合は？ この,ね、こ,この図のこちらの方を見ていただきたいと思うんですけど従来の水位っていうのはこの,この川の底とか湖の底からどれぐらい水が上がってきましたかあどどあそこから水面までの距離のことを水位って言ってましたよね。ただこれであの役所なんかがこう、まあ、差し込むわけですよね。えー でた,だただねこれあの土に土砂とか埋まってくるとこの正確じゃないっていうのもありますよね。えー、でいうのもありますしこの水位計がこう設置されてる場所って限られてるわけですよね。えー、限られているんでその正確なデータではないということですよね。でこの自分の このご自身の,この身の回りの本当の,この細かい情報をチェックするためにはこのえと残存水位ですね残存水位っていうものを測る必要があるんじゃないかなと思いますねあんまりこの暴風雨でものすごい風吹いてたとかそ,そういう時はこれやめた方がいいと思うんですけれどもまあち,ょちょうどねあの、まあ、こういうことですねあの要はこの地盤面から水面までの距離 これですね。これだったら、あのー、まあ、スケール持ってって、垂らして測ることができるんですよ。まあ、あの、これはすぐにやらなきゃいけないんで、あの、わざわざね、ここは垂直でなくていいと思います。私は、あの、まあ、わって大概こう、垂直ではなくて、こう、斜めになってますよねなな。斜めの線、距離でいいと思いますね、これね。あの、で、スパッと測って帰ってくればいいわけですから。えー、それで、これが、 まあ,このあともう一つはこの上昇速度っていうのはそれによって簡単に測ることができますよね。例えば1時間ごとにえまあここの距離を D としますよね。そしてあの1時間ごとにまあでも30分でもいいし2時間でもいいんだけどまあ測りますとえそうすると1時間にこの何センチ上がってます何センチ下がってますっていうのが分かるんですよね細かくね。 えー、いうことですね。まあ、実際に私は今年の8月今今年ってか今月の8月に測りましたね、えーこ。こういう形でね、測りました。えー、この私の,この、えー、と家の,この裏側のある一点に関してポイントを入れてねポ,ポイントを決めてもうここって決めて測ってたらこういうことですよね。えー 残存水、まあ、こ,うこういう形で上がってきましたね。このの残りが50センチだと。えー、で最後70センチまでいったのかな ?70 センあ、残存水位だ。あ、これ減ってったってことだね。減ってったってことだ。これはね。えー、で、もしあの上が、あの残存水位がどんどん小さくなっていくと。 まあ要は残りわずかだとこのスピードがわかればあそうするとどうもこのペースでいけばあと何時間後にこの地盤面を越えますよって分かりますよねそうするとこのとこからあ,あ,とあの1階から何をこう優先的に上げていきますよって計算がつきますよね、えー、ということであのー、であとうん いう話ですね。ただこのちゃんとこの危険じゃないっていうのをね、あのね状況をこのご自身で判断していただくっていうことは必要だと思いますね。えー、特にねこのおすすめできないがこう急斜面のところですね。あれ一挙に行きますからねとかあとねあの例えばこの溜まってあの。 上の方でなんかまってそれ一気に来てそれで見にてて見行って流されたと思いますそういうことあるんでそういう時は避ける、まあ、そういうあの斜面とかは避けた方がいいと思いますけどもとりあえずこの平地の緩やかな川まあ剥がれるような川はまあ,まあまあ私はこういう形でやってますということですよねまあちょっとねこれはほんなもん見に行くのは危険だからまあと,とにかく行政を信じろっていうそれもいいと思いますね。 えまあそれはもうの自己責任ということなので,えであとやはりまあこれは一つの考え方なんですけれどもやはりねあの独自センサーまあ例えば山を後ろに控えてるとかいう人はやはりね独自センサーを独自にやっぱ考えてこうどうやって逃げるかっていうのを考えた方がいいと思いますね。私ののの知り合いもですねこう山の方の 結構斜面のこう急坂のところに住んでるんですけれども雨降るとねもうねあのホテル予約して、えー、も,うもう退避しちゃってますねちょっとしたもうだ誰よりも早くね、えー、それもそれの一つとして手だと思いますけれどもね、まあ、またえー、まあ,あのいろんなセンサーっていうのは考えつけると思うんでねまたえっ、ー、と 考えて命守っていきましょう財産守っていきましょうということですねどうもありがとうございます失礼します